皆さんこんにちは、工藤ひなきです。今回はですね、進展が1ミリも読めないアニメのご紹介をしたいと思います。題して、予想できたら天才、工藤的展開が読めないアニメ。というわけで、今回は2作品と番外編1作品の3作品ご紹介したいと思います。早速1作品目の紹介に参りましょう。1作品目にご紹介しますのは、2017年に放送されましたテレビアニメ十二大戦でございます。原作はですね、2015年に発刊されました、西尾維新先生のファンタジー小説バトルロイヤルものとなっております。ストーリーはですね、どこかの世界、12年に一度12士の戦士が争う大戦が行われておりました。これを十二大戦と呼びます。この十二大戦の頂点に立つ者、つまり優勝者は、どうしても叶えたいたった一つの願いを成就することができるっていう大戦なんですが、このね、大戦に12人の戦士たちがそれぞれの思いを持って戦場へ赴くという、そういうあらすじでございます。で、まずね、1話目、このね、1話目の時点で、そうなるみたいな展開が待ち受けているんですけれども、まああとはね、慣れてしまえば途中から、まあ、キャラクターのなくなるんじゃないかな、この子みたいな、この子次なくなっちゃうかなみたいなのが、ちょっとだけ皆さんも予想ができたりとか、ハラハラドキドキしながら見つつも、あ、この後こうなるんだけど、けどそれでもすごいみたいな、なんとなくさせられるようにはなるんですよ。ただですよ、ただ最後の優勝者のこのね、優勝するための手段っていうのに驚き、あ、そんなことしてたのっていう驚きっていうのが待ち受けておりまして、で、本当にびっくり、予想外っていう感じの、もう最後の2話くらいがそんな感じなんですが、何よりですね、最終話の12話、タイトルが、どうしても叶えたいたった一つの願いと、割とそうでもない99の願い、第12話のタイトルなんですけれども、これがね、一番何より驚かされるっていうか、もうびっくりあーみたいな、すごい深淵を覗いたような気分になるんですが、もうね、この時に12人のね、戦士たちがどういう思いで戦いに挑んでいたのかっていうのが、まあ、それまでにね、少し語られてはいるんですけれど もう決定的に簡潔に、こういう思い、こういう叶えたい願いがあるっていうのをまとめて見れるんですね、この回が。で、それを見た後に優勝者の願いを聞いて、もう何とも言えない気持ちになると同時に、本当になんか原作を読みたくなるようなアニメになっていて、で、アニメの方もアニメの方で、また1話からその優勝者がどんなことこの時してたんだろうみたいなことを想像しながら見るっていう楽しみが増える、もう何とも何とも最後で驚かされた作品でございます。駆動的にね、本当にびっくりしました。なんかここ数年のアニメの中でも結構驚かされた部類に入ります。漫画もねございますので、ぜひ文字活字が苦手な方も、アニメ見る時間がない方も、漫画読んでみていただけると嬉しいです。ぜひ見てください。というわけで、1作品目、12大戦でした。2作品目の紹介に移りましょう。続きまして、2作品目の紹介をしたいと思います。2作品目もですね、同じく2017年に放送されましたテレビアニメ、アニメ語りずでございます。このね、アニメ語りずという作品なんですけれども、劇場、映画館、東宝シネマズ新宿店のオープンにあたりまして、新宿アニメプロジェクトっていうものがありまして、それのね、一つ一環として作成された2015年に放送された劇場アニメ、アニメ語りの1年前を描いた作品となっております。アニメのね、感想を言い合う楽しさっていうのを、これを発信しているアニメなんですよ。すっごく、もうこの時点でね、アニオタさんだとすごく面白いっていうか、本当に楽しめる作品っていうのがわかるかと思うんですけれども、物語は私立坂猫学園高校で繰り広げられます。主人公のですね、阿佐ヶ谷美乃ちゃんっていう可愛い可愛い女の子がですね、クラスメイトに、自分子供の頃こういうアニメ見たことがあってっていう、
クラスメイトにね、子供の頃に見たアニメのお話をしていたら、なんとなんとアニメの話をしていたってことをどこからか聞きつけてきました。神草アリスさんというね、アリスさんに誘われまして、アニメ研究会っていうのを発足することとなります。で、このね、アニメ研究会っていうのは、まあ、アニメについて語り合うっていうアニメを研究するっていう内容の部活動なんですけれども、それにそれを発足してアニメを語り合う日々を過ごすストーリーですね。で、内容もね、結構アニメの専門用語とかを詳しくお話ししていただいたりとかしている内容で、色もね、鮮やかですごく見やすいんですよ。こんなストーリーなんですけれども、なんとなんとこのね、アニメ研究会、常によくあります部活ものアニメでよくある廃部の危機にさらされるっていう、追い込まれているんですね。どうにかこうにか部をね、この活動同好会を、部活動を認めさせるために奔走するのが面白いところでございます。ただただですよ、これ10話以降のアニメの最後2話、11話12話あたりで、なんかすごい、さらにこっからドタバタ展開って言いますか、もう爆笑も爆笑みたいなこんなのありなのっていう驚きと目の離せない展開を繰り広げていきますので、もう疲れている時にぜひぜひ見てほしいアニメなんですけれども、もうこの終わり方、終わり方っていうか、まあ 10話11話からの展開、もう予想できたら天才だと思ってます。本当にすっごく面白いし、日常で癒されるし、制作サイドさんが楽しんで描いてるんだろうなっていう、なんかそういう面白さ、ちょっとメタ的といえばあれなんですけれども、あの制作してる方々がすっごくすっごく楽しんでることが伝わってくるんですねし、私たちも楽しいっていうアニメなので、ぜひぜひ見ていただけると嬉しいです。というわけで2作品目アニメ語り図でした。それでは最後、番外編、特別編、3つ目のご紹介をしたいと思います。3作品目はですね、2007年より放送されましたテレビアニメ、さよなら絶望先生のアニメではなく原作、2005年から連載されておりました漫画の方のお話をしたいと思います。物語のあらすじなんですけれども、この物語は何事にもポジティブにしか捉えられない少女、フーラ・カフカちゃんですね。はい、このフーラちゃんっていう女の子が2年生となりまして、はい、進級しました春です。ウッキウキで登校していると、なんと桜の木の下で人を発見するわけでございます。この人が何事にもネガティブにしか捉えられない男、愛しきのぞむ先生と出会います。で、なんとですね、実はこの愛しき先生、フーラちゃんの新しい担任の先生だったんですね。まあ彼の持つクラス2のヘグミ、フーラちゃんもいるクラスですね、は彼女だけじゃなく、もう他のクラスメイト、みんな個性的な生徒ばっかりなんですね。で、そんな個性的な生徒たちと、もう些細なことで絶望したと嘆く愛しき先生との、まあ、ブラックコメディとなっております。で、まあ、お話をしたいって言ったんですけれども、ここから先のね、本当に展開が読めなくって、でもそれをね、言うともったいないので本当に何も言わず、とりあえずお話をさせていただくんですけれども、こちらブラックコメディはブラックコメディでも、なんちゃらあるあるとか、あと時事ネタっていうのがすっごく多い作品となっておりまして、特にね、時事ネタなんて言ったらその当時のお話ですので、今読んだらすごく懐かしい気持ちで読めるんじゃないかなとなれるかもって思うんですけれども、まあ、こちらの作品本当にもう最後の最後が驚きの展開なんですね。単行本の方とか見てみると、なんかだんだんえってなっていくっていう。で、この最後の驚きの展開で、もうこれまでのブラックコメディ、テンポの良いコメディで進めていた内容が一転しまして、誰も予想できないストーリーになるんですよね。まあなるっちゃなるんですけれども、まあ、これまでの作画といいますか、雰囲気、作風っていうのにこの終わり方って、ああなるほどなって思うくらい、ちょっとね、前々から不穏な空気みたいなところがあって、ちょっとしっくりくるなとも思うんですけれども、このね、独特な雰囲気、
もう言葉では言い表せない展開の斜め上さっていうのが本当に素晴らしい作品となっておりますので、ぜひぜひ漫画読んでいただきたいんですけれども、ですがここからまたなんと予想外でございまして、なんとですね、もう新しく新刊として新品として本屋さんに並んでるのを入手するのがちょっと難しいと言いますか、まあ、重版未定品切れ状態ですねっていうことになっておりまして、まあ、売ってることには売ってるんですよ。スマートフォンとかのね、漫画アプリとかでも売っていますし、電子書籍としても売ってますし、中古でも売ってますので、気になった方はぜひね、もうネタバレ何も見ず、もう一切見ず、バーッともう空いている時間にダダダダダって読んでいただきたい作品なんですけれども、まあ、紙媒体として新品が欲しい方だとちょっと入手ができないっていうか、まあ、難しい状況になっているっていうこんなところも予想外でございます。もうアニメはですね、3期までやっておりまして、アニメでは原作の最後まで語られてはいないんですけれども、こちらもすごくテンポが良くて面白くて、まあ、シャフトさんって感じですね。本当に和風チックで、シャフトさんがね、そう、和風を崩さず文字とかもいいバランスで入ってきていて、で何よりオープニングとエンディングが素晴らしいので、オープニングとエンディングは原作を読みながらもちょっと聞いていただきたい曲となっておりますので、ぜひぜひさよなら絶望先生読んでいただけると嬉しいです。というわけで3作品目番外編、さよなら絶望先生の原作漫画でした。いかがだったでしょうか。まあ1話で裏切られるアニメってすごくたくさんあると思うんですけれども、けどどちらかっていうと、もう最後の2話で嘘はぁシュッみたいなあのアニメがすごく大好きなんですよ。徐々に徐々にフラグ回収していくとかじゃなくて、もう最後3話くらいでよくわからない勢いでガッと終わるアニメすごく好きなんですよねなんでぜひぜひ皆さんもそういうアニメありましたら工藤に教えていただけると嬉しいです。この動画が良いなと思った方、グッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。以上、工藤ひなきの予想できたら天才、工藤的展開が読めないアニメでございました。よろしければ次回の動画でまたお会いいたしましょう。それではおつひな。